えー、2021年5月14日、えー、今日はちょっとニュースを読んでその感想を言うという配信で、えー、1個だけニュース読んでそれで終わりにしようかなと思ってますんでよろしくお願いします。えー、ニュース「え i n t 大人気 RPG 作品を17日から無料配信」ユーザーからは不安の声も何でしょうか ニンテンドー任天堂は13日、ニンテンドースイッチオンライン加入者限定サービス、一斉トライアルにて、期間限定で人気 RPG の無料配信を実施すると発表。ユーザーから歓喜の声が上がる一方で、そのゲームシステムに関して不安の声が寄せられている。えー、今回17日から23日までの1週間限定で無料配信されるゲームは、イースエイト やりません。<laughs> これ、ね、タイトルにイースって入ってたらこのニュース見なかったな。イースはもうイース2で終わってるんですよ。あああまあでもね、イースもエイ、イース8ですねあの。バイオハザード8も、ビレッジも発売されましたから、今8ブームなんですね。 えー、日本ファルコムが手掛ける日本製の RPG であり、1987年に発売開始された一作目いつから続くシリーズのナンバリング作品だと。参加方法はマイニンテンドーストア商品ページの一斉トライアルと表示されている箇所からソフトをダウンロードするか、Switch のニンテンドー d o e ショップで、えー、一斉トライアルをダウンロードするだけと。うん続編のスイッチ版は9月に発売。 また、同作の続編であるイース9モンスターノックスのニンテンドーやりません、ねえー。これは2021年の9月9日に発売予定だと。そのため話題作りのためもあってイース8を何日か無料でダウンロードできますよというふうにしたわけですね。まあ、お試しですね。 えー、イース8の最大の特徴はエンディングが3種類に分岐しているマルチエンディング方式ということだネタバレされた多くの人がたどり着くノーマルエンドだけでなくゲーム内でクエストや頼み事をクリアしてもらえる名声値の量によって、えー、新エンディングバッドエンディングに分かれているもちろん新エンディングにたどり着くために多くのクエストをクリアしなければいけなくて最低30時間以上かかると言われている 一部のユーザーからは、この期間限定内ではクリアまでは到底いかないだろうというふうに懸念の声が上がっていると。うんしかし、データは引き継ぎ可能なので、 一斉トライアルに合わせて30%オフで購入できるセールが17日から30日までの期間であると。まあね、買ってもらって遊んでもらうのが一番ですけど、あ,ーあの、まあ一番最初に思ったのはいいすかよっていうね。椅子でいいんすかみたいな、そんな感じですけど、今さらースってこともないだろうと思ったりとか、もっと新しいゲームやれ、モンハンやれモンハンっつって。 モンハンハももう古いいから、ローローそのいわゆる日本で売れたタイトルとしてナンバリングとしてまあドラクエもそうだけどファイナルファンタジーもそうだけどさ昔のゲームで喜んでんじゃねえよっつって面白いゲームを遊べようっていうねで今はまたゲーム業界の批判ですかまあいいけど 面白いものを作ってもそれを遊ぶ人だったり宣伝する人だったりが非常に少なくなったんだなというふうに思いますもちろん個人で面白いゲームをね発信してる人もいるけどあのなんだろうまあその個人発信の情報が強くなったっていうのもあるしみんなそれぞれに、ね、自分が好きなゲームを遊べばいいとアトリエシリーズやる人もいればやらない人もいるっていうね ことなんだだと思うんだけどさ、うん、多分情報媒体として昔は雑誌だよりだったどんな新作情報も雑誌見なきゃわからないという状況じゃなく今はインターネットがつながっててインターネットでちょちょっと調べて新作とか。はい、うん 何言ってんだよ。英雄伝説、大して面白くないんだよ。<laughs> あと、青いウィンドウが見づらいんだよ。な <laughs> んで青白にしたんだって思うんですが <laughs>。こんばんは。一応僕持ってますんであの、英雄伝説、いつでも遊ぶことはできるんですが、遊ぶ気にならないんだよね。ザナドゥにくっついてきたんだよ。英雄伝説が。だから、 あのいつかやろうかなと思っててもやっぱいいやってなっちゃうんですねまあこんばんはなんかねゲーム業界のその宣伝媒体に対してユーザーも頼らなくなったしうーんそのファミツドット・コムとかもみんなバカにして見てるわけですよ まあバカにされるような感じで面白くないけど広告費を積んでくれたゲームには高得点をつけるとかねやっぱデモンズソウルの得点評価が一番分かりやすいですよねこれは万人向けじゃないと難しすぎるっつって6446みたいな点数になってただから面白いゲームを見抜けない編集者というのが露呈してしまったので そこに信用できなくなっちゃったんだよね。あ,あるってだけども、あと大丈夫はてなファミ通の攻略本だよみたいな。攻略本出せばどっかに誤植があってさ、あーデータが間違ってますとかさ、あ一番間違っちゃいけない、そのみんなが頼りにして1500円ぐらい出して買うあのゲームの攻略本が間違ってるっつったら、もうじゃあ攻略サイトで日々アップデートされる。 その情報頼りにした方がいいやっつってだから攻略サイトと、まあ、ニュースサイトみたいなゲームニュースサイトみたいなのを毎日押さえる方がそっちの方が確実あとその多分インターネットの方のニュースはデマも含めて最新のニュースが出るからそのデマがあることもみんな織り込み済みで、えー、見るあのだからそれはすなわち期待値が下がるってことだから。 やばいろんな意味で良くないなと思ったりとかしました。まあ、いろんな経緯を経て、おそらくイース8が無料でトライアルできるということになったんだろうけど、うんまあ、遊ぶ人は遊んでください。イース好きな人はずっと遊べばいいけど、結局、そのイースが好きで。 どうかなプスソフト売上ひどいいに伸びなし、うん、だって PS5 だって今欲しい人に,まだ,に <laughs> まだ届いてないんでしょプレステ5って。悲惨だなあと思ってますけどねまあしょうがないねコロナ禍で工場動かないとあと <laughs> 材料が少ないからそんなに売れない日本で売るよりも海外に売った方がいいっていうので海外の売り上げに。 全然追いついつてなだから、ニンテンドースイッチが、そのね、あの、この期間の長さもあってさ、最初もニンテンドースイッチってやたらと手に入らなかったんだろほいで、あの、YouTube のチャンネル登録したら抽選で当てますみたいなのに、みんなわーって群がったりとか、転売ヤーがすごい儲けたりとかしたわけで。あれも入手困難なうちは、 大変だったんじゃないよでまたなんか動物の森流行った時にスイッチ変えねえとかさ <laughs> のいろいろニュースになったりとかしてましたけどだから今ゲームが1年待っても手に入らない状態だったらそのハードがなければ遊べないわけでいつかハード買うんだっつってソフトだけ買ってる人バカな目で見られる時代だからダメなんじゃないかなと思うんですけどねまあ そのサードパーティー自体はねあの乗り換えてもいいだろうし今は昔よりは任天堂の敷居が低くなったというか昔はその任天堂と関係が悪くなってだからスクエアのゲームとかそうですけどあの任天堂に黙ってというか「あのファイナルファンタジーをプレステに出します」って言った時からちょっと関係が悪くなってたりとか。 カプコンなんかもニンテンドーにこう尻尾を振りながら裏切ったりとかしながらーねつかず離れずというかうーねゲームキューブ時代とかそうだったと思うんですけど「お前バイオファザーの方ニンテンドー先輩だ」っつったじゃんいやプレステ2の方が売れるんですよ」つって「じゃあお前できんな」っつって「ええスんな」っつってそしたらその後モンスターハンター」というゲームが。 うれしておいおいおおこの野郎つってお前もう Wii 専用でモンスターハンター出せよそしたら許してやるよあそうですかそれで許してくれるんだったらぜひねモンスターハンターのね3は Wii で出しますからねなんつってねあんま売れなかったっつね <laughs> あ<の> <laughs> あれは任天堂が殿様商売でも、まあ、今そういう反省点も踏まえて任天堂は割とその あのソフトウェアへの文句は広く取ってたりとかしますけどだからそのニンテンドースイッチのダウンロード専用でファイナルファンタジーのねナンバリングが遊べるっていうのは結構すごいというか僕は関心というかあ仲直りを表面上はしたんだなとか思ったりするんですがファルコム自体はそうねニンテンドとあんま仲がいい印象はないし 今までファプレイステーションとか PS Vita とかをプラットフォームにして出してきてたのでここに来てスイッチでっていうのはまあしょうがないよね国内で売れてるゲーム機が任天堂スイッチしかないしもう乗り換えるというよりは選択肢がないんじゃないかなと思いますまああと PS5 は本当にまだ抽選とかやらないで ちゃんと店頭に並んで欲しいなって思った人が買えるようにしてくれた方がいいですけどまあなんだろう PS5 今買ってもキラーソフトがないからね <laughs> バイオハザードの盛り上がりがものすごい欠けててさ誰も喜んでねえというかまあね実況でなんかプレイしてる人がいたりするのであれですけどあんま盛り上がってる感じもねえしな じゃあバ,バイオハザード8やめとこうかなとかさまああと自分が買うまでや見ないとかいう人もいるだろうしあーまあ難しいよな,なんつっってクトゥルフ神話とか使おうとしたら絶対そうなるんだって顧客数が実は少ないんだからお面白でクトゥルフをちょっと知ってるとかいう人はいるだろうけどねアニメのニャルコさん経由とかね 無理だと思うんだだな、な。俺はなだから狂気の山脈にても映画化されなかったわけでね見たかったですねなんじゃないかなと思いますほんでだからプラットフォーム関係なく今流行ってるゲームっつうとあれなんだろエペックスっていうやつが。 あも,うもうみんなすぐ新しいゲームでしかもまた FPS みたいなこれあれだろ1人でゲームできないんでしょ仲間と乗って3人じゃないとゲームできないっていうお前はミクシーかと思いましたけど <laughs> 友達に誘われないとミクシー会えれないみたいな割,割とこれを今あの、ね、ゲーム実況やる人とかみんなわーってやっ まあでもこういうのが一番楽しいんでしょうね。で、チーム戦だからそのチーム内のやり取りとかも配信向きだったりとかするんだろうし。だから今はもう。ああ、原神ね。基本ただなんだっけ、原神ね。やりたいんだよね。だただ、ど、どの、例えば PC にダウンロードしたら今度僕の PC が乗っ取られるかもしれないし。<laughs> 任天堂スイッチにダウンロードするなりして遊んだらまたそれはそれでどうせの取られるならまだスイッチの方がいいなとは思ってますけど PC 版でやる気はないなそうだ原神やるって言っててやらないですからねあれ「ゼルダの伝説」ってタイトルでずっと遊び続けてたらいいだろうなと思いますけど「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」って言ってね <laughs> ああ原神は新しいゲームだし、いいんじゃないあのそれが面白いと感じる人が面白いとなればいいゲームですから、あい,いんじゃないかなと思います。まあでも、その中国がパクリ系とか言ってるけど、日本もさ、さな、外だからな、僕、ドラクエビルダーズとかも、はいはい,やい それは困るな。じゃあやめよう <laughs> あの。ブラックジョークも通じないんだろうからね。まあ嫌な笑いだし、やめた方がいいね。そしたらね。プレス・オブワイ・ワイル。<laughs> ごめんごめん。ブレスの部をプにしたらどうかなと思ったんだけど。うんいいでしょう。そうね。原神も新しいゲームだし、いいんじゃないかなと思います。 あれプロモーション最初見たときに、ああ、これなんか丸っきりゼルダじゃんなんて思ったんだけど、どんだけ似てんのか確認してーなーと思いつつさ、でも、中国産のゲームを今褒めるってことはとても大事で、例えば同人活動なんかするときに、うんうん、中国のファンはもう5万といるわけで、その同人誌が欲しい人もいっぱいいるわけで、まあ中国から後から怒られるんだろうけど。<laughs> 日本はなんかそうやってすぐに作品を、うん、コミック化してなんか金を儲けてるしからって怒られるだろうけどでも顧客としてさゲームが好きな人はすなわち同人誌なんかも好きなわけですからそれが日本の1億人の同人ファンとさ4億人の同人ファンだったら4億人の方が儲けが出るわけですから。 原神褒めるっていうのはよよくわかりますよだからアズール・レンとか原神っていうのをやってる人たちははいああそうなんだ僕はよく知らないけど「ウマ娘」の CM はよく見るけど「アークナイツ」はあんまり知らないごめんなさい、うん、この前スーパーカブのアニメ見ようと思ってさ であ時間間に合ったスーパーカブだっつってチャンネルピッてつけたらエンディングが始まっててああって思った <laughs> それぐらい今夜中のアニメに相性が良くないですね見ようと思ってもやってないし今日なんか配信する時にテレビがつまんないから配信始めたんですよ何にも見るテレビないし NHK のニュースもあんまいいのやってねえなっていうふうにして で唯一やってたのがテレビ東京でシンカリオン Z やってたんだけどシンカリオンかーと思って <laughs> あの唯一の見れるアニメも今日は気が乗らないなと思ってさうーん,なんだろうねシンカリオンは僕の中では見れる時と見れない時がありますね気分次第でまあそんな感じでね新しい現場流行ってるしうんそれはそれでいいしファルコムが ニンテンドースイッチで無料キャンペーンやってもいいけどあんまり成功するビジョンは見えないですよねやっぱ好きな人が買って、うん、好きな人が絶賛して終わるコンテンツがイースなんじゃないかなと思いますあのみんながなんでイース2を絶賛するかっつうとその当時の PC98 のマシンスペックであのアニメーションのあるオープニングのゲームなんてなかったんですよ あのみんなこう一枚絵でちょっとずつドットスクロールしていくような感じのものしかなかったものにそのまるでアニメみたいっつってねマクロスとかやってる時代ですよーマクロスのちょっと後かうでうこう、ね、ファンタジー冒険のアニメなんかな,ない時代にファルコムが作ったわけですでそれがこう,う家電 家電量販店みたいなところの反則であのパソコンコーナーで必ずデモで流れててでゲーム好き少年はもうそ,それに見えるわけですよ1時間ぐらいずっと同じオープニング見たりとか <laughs> するわけでいつかやりたいなとか憧れだなとか思ってる中でだけど当時の日本ファルコムはまあ自分との PC ゲームを いっぱい出したりとか、ブランド力を高めるために、うーもうほとんどパソコンでしかゲームを作らないと。移植は他の会社に任せんだよね。だからあキングレコードとかに任せて、とんでもないゲームを、あこれじゃないかんのイースがこう出来上がるという。それをしばらく繰り返してたんで、スーパーファミコンになって初めて、 ファルコムブランドがニンテンドーに入ってきて、えー、イースファイブとかあの辺のところで、えー、よ,ようやっと自社でそのその家庭用ゲーム機にファルコムが参入するという形ができたんですがブランディッシュとはねだからまあなんだろうねの乗り換えという意味でも別に今,今更スイッチというわけじゃなくて昔から割とパイプとしては 持ってたっていうことででしょうで当時のファミコン発売日時期にはハドソンっていうのがあってハドソンの方がニンテンドにグイグイモーションかけててだからパソコンとかに、えー、こう精通して例えばファミリーベーシック作るときにはやっぱりこうフュ,ューシステムというね FU システムを使いましょうっていうのでうー ハードソンがだからファミリーベーシックの中身のベーシックを考えたとかさそういうのがあったりとかするのでうーんまあ今回に限りというわけじゃないんですがやはり成功のビジョンが見えないということなんじゃないかなと思ったりとかいたしますえーというわけで今日の話は以上ですありがとうございましたお疲れし あんまいいこと言わなかったですね。すいませんね。今日は、今日は僕の心の体調がよくないので、心の具合がよくないのでね、なんかこう、自分で楽しく話をしようとか、ないんだね。嫌味だけ言ってどうでもいいけど、みたいな感じで終わる話で、非常に申し訳なかったです。まあ、短めに終わったんで、ああ、と言っても30分ぐらい話してるのか、これは失礼しました。とりあえず。